そこにいると聞いて。父が？でもエンさんの姿は見えなかった。クソ、なんとかしてあの男を倒さないと。リョウ、リョウ大丈夫だ、これくらい。くそ。リョウ、リョウ、一体どうしたの？レッドスネークのアジトでやられた。レッドスネークのアジト？エンさんがそこにいると聞いて。父が？でもエンさんの姿は見えなかった。クソ、なんとかしてあの男を倒さないと。リョウ、リョウ大丈夫だ、これくらい。レッドスネークの奴らのアジトを突き止めたってわけだ。おめえも少しは役に立ったってことか。実力はちょっと足りなかったみてえだがな。ま、ご苦労ご苦労。黙れ。あとは俺に任せておけってことよ。大船に乗った気分ってやつだ。アジトに行くときは呼びに来い。俺様は乗船所の2階にいる。忘れんなよ。わかった。道場行って仲間と修行でもしてくるんだな。リョウ、シェンファー。こりゃ驚いたぜ。おめえが女連れとはな。リョウ、この人が？ああ、こいつがレンだ。ほう、もう俺様のことは説明済みってわけか。それにしても隅に置けねえな。一体どこでこんな姉ちゃんを。ん？どうかしたのか？レン、
まあ俺様には関係のねえこった。そんじゃネグラに帰るぜ。あいつ今日はもう休むわ。ああ、おやすみ亮。おやすみ。あら、おや、あら、あいや、あらまあ、いいわね、おや、上手よ、あら。兄さんの薪割り、惚れ惚れするの。薪割り、やらせてください。頼むよ、兄さん。剣法の練習ができる場所なら詳しい人がいると思ったんだが、ダメか。どうしたんだい？あの、ここの他に剣法家が集まりそうなところを知りませんか？それならやっぱり6号館じゃないか。6号館にはもう行きました。他には。他に？これは噂だけどな、どこかの路地裏でストリートファイトをやってるとかやってないとか。ストリートファイト？ああ、長武中の腕自慢、喧嘩自慢が集まっているそうだ。当然拳法家もいるだろうな。ありがとうございます。すみません。あなた、この前のやんちゃくんじゃないの。あの時はすみませんでした。いいのいいの、壊した家具の代金は全部あいつらにつけてやったから。え？いい気味よ。長居はするわ、話はつまんないわ、そんで最後は必ず口説いてくるし、嫌な客だったのよ。はあ、そうですか。だから今日はやんちゃくんに大サービスね。さ、座って。何飲む？いえ、遠慮しておきます。すみません。いらっしゃい、待ってた。憲法か？うちにはあんまり来ないな。そうですか。だって剣法とか武術の人ってお金持ってなさそうじゃん。はあ、そんなことはいいから早く座って飲もう。遠慮しておきます。いらっしゃい、待ってた。さ、座って。何飲む？いえ、俺は。遊びに来てくれたんじゃないの？はい、ちょっと聞きたいことが。拳法家が集まる場所を知りませんか？拳法家？うちにはあんまり来ないな。そうですか。だって拳法とか武術の人ってお金持ってなさそうじゃん。はあ、そんなことはいいから早く座って飲もう。遠慮しておきます。あの、どうしたの？早く座ってよ。今日は時間あるんでしょ？いえ、遠慮しておきます。 Now do you understand why I'm at Amir's court? And seems we're in the same boat now.
Siri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. So they're our agents now? My, my. You've clearly settled in quick. Geralt, don't twist my words. I know who Emir is. He started this war and its bloodshed. He had my friends killed. But I haven't any other choice. So please, let's not belabor the pros and cons and instead focus on finding Ciri. All right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse.